世界ジュニア選手権で優勝した高橋選手、今日はサニオン放送を訪れました。銀盤で見せる引き締まった表情と違い、あどけなさが残る素顔で祝福を受けました。どうでしたか、優勝した時の気持ちっていうのは。優勝した時はそんなにもう実感はなくて、後からだんだん出てきました。日本の男子としては初めての快挙ですよね。はい。そういうこうプレッシャーというか、そういうのってありました、やっぱり。いや、プレッシャーとかは全然なかったです。初出場だし、自分のできる精一杯を しようかなと思って滑ってました。今回15歳でジュニアの中でも若手の方だったんですけれども、2番3番の選手、2位3位の選手は19歳なんですよね。4年後、オリンピックでの夢だったんで、4年後は行きたいです。それに向けてこういうことが自分には必要だなとか、今の自分にはこれが欠けてるなっていうのはありますか？筋力とかもっとつけて、まあ表現力ももっと豊かにして、技術ももっとなんていうんですか、向上っていうんですか、向上してって、あと体を柔らかく、4年後のイタリアのトリノまでもっといろいろ、4回転ジャンプもいろいろたくさんというか、何種類かできるように頑張っていきたいです。